はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーター、トミーです。今日もアロマテラピー検定1問1答ですね。一緒に学んでまいりましょう。次は1級編の問題となりますが、タイトルはマスカットの似た香りということですね。はい、サムネイル画像がマスカットそのものになってしまいました。はい、血迷ったのかっていう感じでね、血迷ってはおりません。声優に関係のある、画像にね、しましたね。まあ、いつもね、西洋瓶なんでちょっとね、つまらないと思いましてね。はい、前置きそれぐらいにしときますが、問題に移りたいと思います。はい、問題ですが、マスカットに似た香りを持つシソ科の植物から得られる精油を一つ選びなさい。はい、マスカットの香りのような、ということですね。精油でございます。はい、選択肢いきます。A はレモン、B がティートリー。C がネロリ、D がクラリセージということですね。はい、いつも通り4択でございます。選択肢から1つだけ選びください。はい、じゃあ答えもいきますね。答えは D のクラリセージが、この正しい答えということです。初登場ですかね。何気にね、初めての、1級ならではの声優になりますが、はい、ちなみにということで解説でございます。今回はシソ科の植物ということで省けましたね。はい。A のレモンはみかん科ですね。B のティートリーも散々言ってます。太もも科になります。で、C のネロリーですね。これはちょっとあんまり解説したことないですが、まあ、みかん科の植物になりますね。はい。では、最後にポイントの解説に移ります。クラリセージという初登場の精油ですね。はい。まあ、こういう綺麗なね、紫色の、まあ、花をつける植物になります。別名、オニーサルビアと呼ばれるシソ科の二年草になりますね。花より水蒸気蒸留法にて抽出していく精油です。で、クラリという名前の由来は、クララスですかね。明るいというところから来ているということです。はい。あとですね、成分が大事でして、スクラレオールという成分があります。で、これがマスカットのような心地よい甘い香りを醸し出しているということです。ワインのね、マスカットの風味付けにも使われたりしているのが、有名ですかね。はい。それぐらい押さえておいてほしいと思います。では今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。